はい、こんにちは、サルウィンです。行きますか。おなななな、ああ、間違えちゃった。はい、はい、バババーン。だだだだ。おなななな、でしばらくだ。シャドウ。ということで行きましょう。15週目ですね。とりあえずね、20週目になったらちょっと新たな、改革をするんですが、それまではとりあえず、ですね。で、今15週目で折り返し地点が終わりというか、まあ折り返し地点に差し掛かってますね。中世で黒足あくびが広い。ケリドエン型、ケリドエン型日本語で OK。私ね、気づいたことが一つ。気づいたことというか、ケリドエン型とか。あのね、やっぱり、シャドーバースのデッキは、やりきるというか、もうね、そうね。もうね、なんやろ、もうこれやっていう、なんかもう、一つというか、もうね、そう、勝ち筋というか、まあ、それをね、押し付けていくのが手っ取り早いよね。だからバランス型とかはちょっと違うかなという感じですよね。ってな感じなので、まあ、がっつり行こうと。とりあえずね、もうね、ゴーストゲーでいいんじゃねえかなっていう感じなんで、まあ要は、本当に、勝ち筋、だからファントムファウルを勝ち筋にする感じでいいんじゃないかなって感じですよね。はい。なのでですね、ちょっとね、墓地を貯められるカード、あとやっぱゴーストしていきたいんで、いたずらちゃんとかを戻していきの、ネクロマンスはもうね、ファントムハールとかに使えばいいんじゃないでしょうかって感じです。はい。多分、ケリドウェンもちょっと怪しい。もうね、いたずらちゃん使っていくんで、はいって感じになっていきの、まあ。ケルベラスはね、フィニッシャーになり得るんでいいですけど、あとだから墓地を増やすっていう意味では、俺結構ネフティスありなのかなとかちょっと思ってるところもあります。あくまで墓地作るためのカードとしてね。1枚作ろうかな。最近生成してなかったし、これといって今作ろうかなっていう、まあ何枚か作りたいカードはあるんだけど、とりあえずネフティス作って1回回してみるかっていうね。まあ絶対引っ張って強いなっていうカードね、少ないんだけど、テラ少ないんだけどね。ちょっともう1回だけ冷静に考えてみるね。でね、そう、最初から、いや、ちょっと頭からいきたい、頭から。やべえ、なんかページ数が多いね。てか、だいぶカードも増えてきたからね。で、とりあえず、ファントムファウルは5点相手に5点バーンするカードというかも考えなんで、まあ、少なくともアミュレットの枠はなしっていうことですね。で、あとは、そう、アミュレットは入れない。だから、共演もね、ゴーストとか言いたいけどね、まあ、共演はいらないと。ほんで、ショバート打点は欲しいから、デッドリビドとかは確定でいるって言って、でね、怨恨、ネクロマンスを使うカード、中途半端に使うカードはいらないかな。まあ、一戦はね、確定除去になり得るからあってもいいとは思うけれど、しかし、まあ、これは一応か、フィニッシャーになり得るカードだから、まだ取っといてもいいかな。だからどちらでネクロマンスのカードはね、極力入れない方向にしたい。まあ、いるけど。まあ、6はそうそう吐かないからな。で、何が重要かというと、ちょっと一戦も強いんだけど、もう一戦すらちょっと入れないかもしれない。一戦より優先して入れたいカードがある。あ、どこ行った？あ、またか。まあ、足を追うものもなかなかいい味出してるんだけど、ソウルハントね。懐かしのソウルハント。まあ3点焼きなんだけど、まあ単純にね、墓地が2枚増えるんで、まあいいんじゃねって感じの構築ですね。で、もうね、ゴーストしたいんで、エンサーの声も完全に、これもワンチャン2点焼き。まあ、プレイヤー2点焼きのカードとして考えていく。で、
ああ、グレーブレイカーいらねえじゃんな。よく考えたら。で、あとは、ただね、コストが違う、ネフティスってコストが違うカードを出すんだよね。うん。まあだから、あわよくば、まあ、こことここか。ね、こことここと、あとここか。まあ、ドロソーか。でも、こことここはどっちかしか出てこないんだよね。で、ここが出ちゃうと最悪だなって感じだね、3コスト。なんもうまくない。まあ、ほんと、ボツ増えるだけ。だから、ほんと、ネフティスいんのかっていう感じはあるんだけど、単純にボツ、でもな、そこまで、だったら、でもな、もうだから、ファントムハルで決めたいぐらいだから、どっちかって言って、早いタイプで緊張してみたいから、8コストは、8で仕事すんだ、エンサーの声だけでいいんじゃねえかって気がしてきちゃったな。うん。いらないか、ネフティス。ってことで、あと2枚の枠ができたね。ネクロマンサー極力使いたくない。これいいかもね。単純にプラにするカードとして使う。そうすればゴーストが3点パンチャーになり得る。いいんじゃないこれ。ちょっと重いけどね。まあただ一応ゾンビも出るから。あ、ラストワードゾンビだって。ゴーストとシナジー割る。ラストワードじゃないもんね。消滅しちゃったらラストワード発生しないんだけど。ワロスまあそれはその時考えるか。まあ言うてか、このカード打ってもういいんじゃない。相手これ使っていくっていうね。いい仕事するかもしれないよ。ただ本当にゴーストに使うのはフィニッシュ中以外かね、やっちゃダメだよっていうのを覚えておかないとね。こんなもんかな。なかなかもなんか、変な形になったけど、割といいんじゃないの。目指してるところは面白いと思うんだよね。割とね。割とですかね、あくまでも。プルートもね、でも、プルートはもうここがあるしな。まあ違うんだけどね、やってることはだいぶ。だってこれ結局タフネスが低いプルートしか出せないし、4以下しかまでしか処理してできないからね。はい、というかで、こんな感じ、ちょっと、形になってみたけど。まあだから、どっちかって言うと相手のライフをもぎ取る形だね。長期戦はあまり見ない。てか、長期戦見てたらね、今のデッキたちには勝てないからね、結構。だからなるべくやっぱり速攻でキリをつけていくような構築になっていくって感じですね。あと入れたいカードもない。完成だ。できたー。こんな形です。だからまあ本当ファントムハウルでゲームをどんどん決めていくと。だからもう刻めるときはどんどん刻んでいこう。そんな感じですね。さあ行こう。ドキドキー。いやー寝たんだけどすごい、なんか割り眠いっすね。10時間寝たのに。なんか寝すぎてもよくないっすよね。バラの一撃、綺麗な花にはトゲがある。バラの一撃ってローズクイーンだっけから出るやつ。こんな感じなんだ、イラスト。いいな、専用イラストがあるんだね。なんですよね、ちゃんとね。まあそりゃそうか、一応カードとしてハンドに加わるわけだからね。イラチャンステージ、ドラグーンか。パパ、ママ、ルナを守ってね。家族を守るために。さて、まあ一応フィニッシャーだから持っといてもいいんだけど、序盤は墓地貯めるのに使っていきたいよね。おかえり。でも1で取れるアクションないからな。だから早いデッキとしては致命的なんだけどね、結構。よろしくね。まあ打点相手の動きによるけど、よろしくな。ウイス、よろしく。ここはデッドリビドーでいいか。あなたの死が私を強くする。ああ、今回ね、ネクロマンス使うカードか。これいらないかもね、よく考えたら。総力の警護者どうなんだろう。いらないかも。ニコ頑張ります。よく考えたらそうか、総力の警護者いらねえんじゃねこれ。ああ、すごいこと聞いてちゃった。あなたのためなら。
釣りがあったらそうしよう。あんた怪しいね。なんで俺ここに気づかなかった？これがいらない。そうすればネフティスワンチャンあるな。3コスト絶対どっちか出るもんね、ネクロエレメンタラーが。それで行こう。そうしよう。うん。ああいうちで行こう。そら、あなたの死が私を強くする。まだまだお子様ね。釣りはケルベロスでいいかな。てか全然打点刻めてないな。3コスト何入れよっか。まあ死ぬあれでいいか。どんだけユニコなんだよ。半端ねえな。どうしようかな。ケルベロスで行くか。さて、一暴れしちゃおうと。ここはそろそろダメージ入れに行きたいから、まあ、殴っていって。ここはケルベロス進化で、まあユニコを除去していくか。久しぶりに暴れちゃおうかな。それじゃあちょっと遊ぼうかしら。ファントムハウルがこんだけ来てるけど、ちょっと打ちづれ。ゼリが全然墓地増やせないんだけど。あー出たー、サラマンザーブレス出たー。うわー、あいつ死んでも残るもの。これファントムハウルですね。やれって言われてるんで行きますわ。ガラージだからね。許さない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 。ルナと遊ぼう。憎い。で、そっちだ。あっち、ここは、ここを使って。ぶっ飛ばすわ。憎い。ある意味理想通りの動きが出てきてるな。相手こいつをどっちにどっちに打ちながら。これはまあサラマンダーブレスを逆手に取った。でエンサの声もあるしファントムハウルもあるし悪くねえな。で耳でプラ、リーダー2点やりできるでしょ。いいねいいね。あー回復ね、うざいね。でもその回復が追いつかないぐらい。いくぜニコ、頑張ります。あーどうしよっかなそれ。どうしよっかなそれは。何がいい？エンサネクロアサシンでいいか。許さない。憎い。超ゴーストデッド。聖者ってうるさすぎ。再生の順位って使いづらくねっていう意見。まあ生き残ってればね。うわ回復うぜえな。回復デッキかよこれ。なかなか殺しきれねえもんだな。一息で吹き飛ばしてやる。まあいいでしょう。これで決める。怪人とかせ。何も聞こえない。さてと、あーめんどくせえな。再生の順位って使いづらいな本当に。あーなんかうまくライフもり取りに来てんだけどな。これどうしよっかな。ファントムハウルだと4でしょ。4で耳入れて4の、まあ耳はこのターン使わなくてもいいんだけど、ジュイントルで4の3の微妙だな。5の7点か。終わんねえし。で9あと2点だったらな。まだいいか。弱いけど。この子たちの声が聞こえる。とりあえず左が落ちてくれることに期待するか。聖者ってうるさすぎ。私の苦しみは。ああ残念。ああ残念。まあしょうがねえな。はあ。まあいいでしょう。あんま良くないんだけどね。
っぱちょっと違うんだよな。てかやっぱ最低の順位使いづれば使いづらい、まあ、単純に2点パンプカードとして使ってるのもいいんだけど、強くならなきゃ。あの壁うぜえな。覚悟はいいか。あー死後出てきちゃったか。大丈夫、一緒なら。何も聞こえない。怖いよ。さてとラビットちゃんか。あーくそー、中途半端だな。でもやるしかない。許さない、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 許さない。再生の順位やるぐらいだったら、あーか、あーやってやろう。しょうがないな。憎い。殺しきれねえな、弱えな。でもさすがに殴り合いもまずいからしょうがねえ。ここはしょうがない。あのやつはすごい。ごめん、少し休むね。憎い、憎い、憎い。ぴょんぴょん跳ねて可愛いでしょ。やべ、再生の順位超邪魔なんだけどこのカード使い勝手悪いな。やっぱでもゴーストとシナジーがねえから、まあ単純にプラス2点でもプラス2点するのに4コストは重すぎるだろっていう話だよ。あー、なんかいいパンプカードねえかな。さすがにでもな、ネクロマンス4使っちゃうからな。あっちのなんやけすり抜ける幽体化が、幽体化もちょっと噛み合わないしな。これやべえな、負けだな。で回復、回復うざかった。本当にあの回復なければな。終わりだ。やべ、再生の順位腐ったわ。混沌こそ我が望み。もう痛いじゃない。あと4点でしょ。ファントムファウル引けばワンチャンないなって話だね。まだまだ起こさない。負けまみたん、ありがとうございました。すごいすごい。なるほど、とりあえず分かったな。うん、負けちゃったけど楽しかったな。はい、お疲れ様でした。まあまあまあ、とりあえずいらないカードは見えた。うん、まあ再生の順位はね、まあな、まあちょっと多分使い方もちょっと下手だったとは思う。はい、じゃあ頑張っていこう。まあでもね、ちょっと面白くなってきたな。これはこれであり。お疲れさんでした。バイバイです。